はい、こんにちは。まいちゃんねるまいはるです。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダーエグゼイトのレベルアップライダーシリーズ14。仮面ライダーパラドックスです。はい、レベルアップライダーシリーズのパラドックスがようやく発売されましたね。はい。じゃあ早速開けていきましょう。はい。楽しみだな。楽しみだね。久しぶりに。また楽しみだね、これはね。はい、ということでこちらが仮面ライダーパラドックスですね。はい。いい感じだね。この顔もさ、似てる。似てるっていうか、ちゃんとなんていうの、この鳥さんっぽい顔だよね、うん、ずっと思ってたんだけどさ、鳥さんっぽいって思ってんの？鳥みたいじゃん、これ。そして特徴的なのはこの肩のパーツだね、うんうん、これがあるからちょっとごっつい感じになってますね。で、体はこのパズルを意識したなんとなくこうブロックっぽいデザインになってますね。で、お分かりの通りですね、これ裏返しにするとノックアウトファイターの顔が見えてしまうと、いう形になってますね。この裏もリアルに作られてるの。そうだね、これもね、うん、ゴールドでいい感じでかっこいいよね、うん、で、ここからですね、ノックアウトファイターにしたいと思うんですが、エジェクやってもらえますか、はい、まずは肩パス取っちゃった方がいいかな。そうだね、うん、肩パス取って、このちょっとこの手の部分に差し込むね。で、この顔をまずくるんとして、顔はこの襟の部分からぐるっと一回転しますね、うん、この後ろのダイヤルを回して、回すんだね。回すとこの胸の絵柄が変わると、うん、これで完成だね、うん、すごいいいじゃん、うん、さっきに比べてスマートになった。あ、そうだよね、肩パーツがなくなった分すっきりして、でしかもなんか手に寝ついてから、うん、強そう顔はこんな風になってますね。はい、いいじゃん、うん、いい感じ。ではエイシン君はこれパーフェクトパズルに変えてください。この音声が流れてる間にね、お願いします。惜しかった？惜しい。あと、この肩だった。そうですか。うん。じゃあ僕がノックアウトファイターにします。あ、じゃあパパその間変身ね。うん、はい、お願いします。いくよ。おい、できた。胸は？なってるよ。お、すごい。できた。結構簡単だよね、でもね、うん、うん、今回腕外してクッと顔回して胸パーツ変えるだけだからね、うん、うん、いい感じだね。そうだね、うん、エグゼイだ、君の人生はこの手の中で転がされているんだ、変身。いや、もう変身してるっしょ。うるさい、あともう一つお前に衝撃的なことを教えてやる。お前らはゲーム病だ。いやいや、それも知ってるし。仕方ない。じゃあこのレベル X の力で貴様らを葬ってやる。行くぞ。ドシーン。おいおい、エグゼイドを倒すのは俺の役目だ。パーだ。悪いな、ゲーム。じゃあここから戦いが始まるぞ。心が踊るな。うん、そうだね。土蜘蛛を召喚だ。シュクシュ。うわ、あんまり引かなかったかな。うん、そうだけど。心が踊るな。ええー。大変身。ノックアウトファイター。The strongest. Duel up. Break off in the end. ノックアウトファイター。待たせたな。俺のパンチゲームは半端じゃねえぜ。ブッシュッシュ。どうやら顔を取ったようだな。ブシ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 。ちなみに俺のレベルは知っているかな？
50だ。ブシ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 。じゃあそろそろ飽きてきちゃったからさ、決めさせてもらうよ。心が踊るだろう。キレイワンダー僕はダシャキプリノーカウトグレートオープンガガガガガガガ。悪いなエグゼイド、心が踊るな。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイトのレベルアップライダーシリーズ14、仮面ライダーパルクスでした。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はですね、いいねボタン押してくださいね。はい、はい、そしてお友達にもぜひ教えてあげてください。はい、はい、ということで今回でございます。バイバーイ。